ようこそ。歴レポチャンネルの風千代です。いろんな歴史を紹介するよ。チャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。今回は本能寺の変シリーズ第13弾、秀吉の疑惑です。大好きで持論持ってる方、たくさんいると思うよ。ぜひ、コメントにあなたの説をいろいろ書き込んでね。ただし、このコンテンツのお題の範囲でお願いね。まだ第13弾だから。これからいろいろ作るからね。それではタイムスリップ。奈良の興福寺に伝わる多聞院日記に本能寺の変の記述がある。この日記には6月3日に本能寺の変が伝わっていることが確認できる。今日より通信の面、信長は本能寺にて、丈助、長男、信忠派、二条城にて生涯、細川殿も生涯。本能寺の変で、信長、信忠が明智光秀に討ち取られたことは伝わっているが、細川藤孝までがなぜか死んだと噂されている。越中で柴田勝家と対峙していた上杉景勝は、どのように把握していたのだろうか。6月9日の文書が残っている。景勝が家臣に宛てた書状によれば、毛利が播磨と摂津の国境で羽柴秀吉を包囲したので、その救援のために信長が出陣したが、秀吉は死亡し、軍を返した信長は撤退の途中で津田の信純の謀反に遭遇して切腹したというような噂を記載している。確かに津田の信純は織田信孝、丹羽長秀に明智光秀をそそのかした黒幕として殺されている。津田信純とは、信長の弟、信行の長男である。信行といえば、信長とかつて家督争いをして信長を殺そうと企んだが失敗して、逆に信長に殺された歴史がある。その信純が父の敵である信長を殺すため明智光秀をそそのかしたと噂が立ったのだろう。いい迷惑というところだろう。ちなみに、その信純は明智光秀の娘婿である。また、信純は大変できる人物であったらしく、周囲から一目置かれる存在で、信長の右腕として信長からは一門衆扱いされていた。そのため、信孝が跡目争いも考慮して殺した可能性もある。上杉景勝は、6月8日に、色部長実宛ての書状の中で、上部教授的によりという噂を聞きつけ、9日に、もう少し詳細で、でたらめな噂を聞きつけ、まともに、信長の死を確認できたのは6月19日となっていた。また、直江兼続に宛てた書状の中で、さっさ成政を破ったことを伝えて、首謀者織田信純が、本能寺の変を起こし、信長が死んだことは事実と伝えているのが、それにあたる。変が発生してから、実に17日間も経過しており、変を起こした明智光秀が討ち死にして6日間も経った後となっている。上杉は、なぜ、これほど、事実確認に時間を要したのであろうか。それはやはり出陣して、実は、敵の強権でしたとなれば一大事だからね。時は戦国時代である。相手を倒すためなら、手段も選ばずの世界である。そう、いいと噂を信じるわけにはいかない。意図的に流された可能性が捨てきれないからだ。そのため敏速には動けないのである。当時は、もちろん携帯などないし、電話もない。まさに伝言ゲーム状態。この時代は、事実を正確に把握することが大変難しい時代だったのね。羽柴秀吉は、6月2日、備中高松城にいた。そこは岡山県である。奈良県や新潟県に伝わっている噂がでたらめである。当然、岡山県もおかしなことになっていても不思議はない。それに、秀吉は毛利輝元と対峙していたのである。毛利方が秀吉を退却させる作戦として、信長が死んだという噂をばらまいていたというのもあり得る。しかし、秀吉は最初から、信長の死の噂を信じて、毛利と和睦して、数国大返しを行った。なぜ、信じることができたのか。急いで帰ったら、信長が実は生きていて、
ただの流言だったと気づき、信長に大失態の責任を負わされ、切腹を命じられることだって十二分に考えられる。通常であれば、やはり上杉のように捜索隊を出して真相を突き止めなければ動けない。定説であれば、和睦の条件は中松城城主清水宗春の切腹で、その代わりに城兵の命を助けるというもの。秀吉が本能寺の変の報を受け取ったのは、6月3日深夜とされる。それから交渉し、清水宗春は薩空に切腹したのだろうか。考えられない。秀吉が、いくら敏速に行動できても敵が、それに合わせる必要性はないし、和睦交渉というのは、お互いのメンツがかかっているため、落としどころに双方が到達するまでに、相当の時間が必要じゃない。まさにミッションインポッシブルである。天正10年、1582年、5月21日、徳川家康は、信長の勧めで、京、堺見物に出発する。信長後期、宇野問答日記、総空茶余日記、などの資料では、この時、信長から案内人としてつけられたのは、長谷川秀和と西尾義継であったと記載している。西尾義継については記載されていない資料もある。宇野問答日記については、織田信長の案内人のほか、信忠からの案内人として杉原悦次がつけられたと記載されている。他の資料には記載されていないということは、つまり、これは誤記であろうか。案内人として長谷川秀和については、記載が一致しており、杉原悦次だけ誤記というのもおかしいだろう。信長後期総空茶余日記は、さほど重要事項ではない。案内人をまとめて、信長に指名された長谷川秀和に集約したとは考えられないかな。宇野問答日記は、他の資料より、より詳細に記載していただけというのか妥当のような気がする。この杉原悦次とは誰なんだということだが、なんと、この無名の人物は、本能寺の変から4ヶ月後に出版された、秀吉監修のこれ等太直にも登場する。そこには、備中高松城城主清水宗春の切腹の見届けと、城受け取りを杉原悦次が行ったとされているんだけど、これ等太直に、わざわざ、条件氏が誰だったかまで記載する理由は何だろうか。特に、読み手にとって、さほど重要事項だったとは思えないし、明智光秀や、細川藤孝のようにネームバルーがあったとは思えない。つまり、逆進明智光秀を撃ったスーパーヒーローは、この私、羽柴秀吉である。と、民衆に、印象付けたい秀吉にとって、この時京にいた杉原悦次という存在は消さなければならない事実だったというのはどうだろう。これは、秀吉が、この本能寺の変については、全く、寝耳に、水でしたと暗に放明しているんじゃないかと思っている。どういうことかというと、彼は、なんと、秀吉の妻、ねねの叔父にあたる人物なのだ。本能寺の変が起こる直前の京に、秀吉の身内である人物、杉原悦次を秀吉が配置していたことに、何の意味もないとは思えないっていう噂をかき消したかったから、わざわざこれ等太直に登場させたんじゃないかな。彼は、天正11年、1583年の賤ヶ岳の戦いの後3万2000石の大魔王となり、明智光秀亡き後の坂本城城主となって、京の諸子大となったのである。首謀者光秀の居城坂本城の後釜になるっていうのは大変名誉なんだけど、あまり彼の活躍が聞こえてこないのに、この莫大な恩賞は何？って思うよね。彼は、この頃から狂乱しだし、変死するんだよね。次回は、秀吉は地獄耳です。お楽しみに。どうだった？歴史って本当に面白いね。せっかくだから、あなたの疑問や、面白い説なんかコメントください。みんなで真実にたどり着けると楽しいよね。ご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。ではではまたね。